梅雨が明けて暑さの質が変わった中での3連戦3試合目です。2020明治安田生命 J2 リーグの第9節、水戸ホーリーホーク対津江源金沢のゲームをお伝えしていきます。両チームは過去10回の対戦があって、水戸4勝、金沢が3勝、3つの引き分け、まあ、ほぼ互角ですけれども、金沢はこのケーズ電機スタジアムでは過去1分け4敗と勝利がまだありません。ホームの水戸の予想フォーメーションです。今日は4バックを予想しています。ゴールキーパー4試合ぶり松井、前島、ドカボニフェイス、曽川、富山、中盤センターに山田と今シーズン初先発の平塚がいて、右森、左山口、そして村田と中山という2トップを予想しています。ウドカボニフェイス、山田以外の国を変えてきた秋葉監督です。アウェーの金沢の予想フォーメーションです。ゴールキーパーが白井、長谷川、石尾、広井、そして左広下川、中盤に藤村と大橋がいて、右高安、左島津、加藤とルカオの2トップです。落ち着いてますね。そして早めに中山を狙います。やっぱりここから旬の切り替えが早い分、かなりこう金沢はおっとチャンスかな。チャンスになる、抜けていった山口、山口かわした、山口先制は水戸、前半の30分。ちょっとしたこのビルドアップのところですよね。まあ、おそらく飛ばそうとしたんですけども、石尾に当たってしまった形でボールがこぼれた。それにも本当にシンプルに水戸選手反応しましたよね。加藤がいいボールコントロールから下川の前にスペースがあります。早めに入れる、ルーズになった、ルカオ、ルカオ、危ない、松井がよく出ました。ここは勇気のある飛び出し、34歳ベテランの松井健也。あー、カードが出そうです。チャンスかな、入れ替わって加藤、金沢同点に追いつきました。前半の42分、白井からですね、まずキックが入って、ここでルカオがすらしたこと、ところでちょっと処理のところですよね。こぼれた、ルカオ、おっと金沢逆転。54分ルカオの今シーズン5ゴール目。変わって入った平野からいいボール、富山、面白いタッチ、崩して森、詰めた、中山、ナイスキーパー、白井のナイスセーブ。ちょっとリズムやっぱり変わりましたね、つな、がる中山、松崎、レフティ、中山、中山、いや素晴らしいゴール。水戸が同点に追いつきます。いや、かなりボール動かして揺さぶりましたよね。ここでやっぱ松崎が仕掛けて、こう狭いところにね、この中山また受けるんですけども、富山に代わって入った岸田が左サイドバック、そして前節ヘディングゴールを決めましたピットブルが前線奥田との2トップです。ああ見えてる、平野からいいボール、山口、中央、ピットブル、ピットブル、
わずかに左、久保田狙った、松井のナイスセーブ、素晴らしい反転からのシュート、いいですね、平野スペースがあります、ピットブル、ワンツー抜けた、ピットブル、ピットブル、ピットブル、後半アディショナルタイム、水戸が逆転、いや中央抜けましたね、でやっぱりこれだけスペースあるとピットブル運べますし、最後の局面この松崎とのワンツー気味のプレーから落ち着いてましたね、よくキーパー見て本当に隅に流し込みましたね、ここでタイムアップの笛、水戸が3対2金沢を破りました、3試合ぶりの勝利、先制して追いつかれて逆転されましたが、水戸が追いついてこのピットブルの逆転ゴール。